人類の半数を死に至らしめた一年戦争と呼ばれる戦いから10年余り、グリクス戦役、第一次ネオジオン構想。戦いは幾度となく人類を危機に陥れ、数限りない悲劇を生み出していった。だが人類は数々の悲劇を乗り越え、ついに平和を手にするのである。戦火を覆い隠すかのように復興は進み、人々はようやく訪れた平穏の時を謳歌していた。この平和は永遠に続くと思われたが、その陰でスペースノイドとアースノイドの対立は深まっていた。連邦政府による圧政は強まり、コロニー内の反連邦政府運動は活発化。不穏な空気が時代を満たしつつあった。過激化する反連邦運動の裏で暗躍する男がいた。男の名はキャスバル・ダイクン、またの名をシャア・アズナブル。かつてニュータイプ論を唱えたジオン・ダイクンの着手であるグリプス戦役で地球連邦の腐敗を目の当たりにしたシャアは、地下へ潜り力を蓄え、連邦へ反旗を翻す機会を伺っていたのだ。宇宙世紀の歴史が再び動き始め、新たな戦いの物語が始まろうとしていた。我々の目的を達成するには戦力の強化が急務です。ああ、ハマーンとの戦いで消耗したとはいえ、連邦軍の力は脅威だ。彼らが本腰を入れ活動を開始する前に急ぎ戦力を整えるのだ。幸いにも近隣のコロニーには連邦に抵抗を続ける武装組織や旧アクシズの将兵どもがおります。彼らを取り込めれば戦力の強化は可能です。特にサイドワンのスイートウォーターは地球寒冷化作戦の足がかりともなる場所。現地反連邦組織は早めに抑えておいた方がよろしいでしょう。あとは軍備の問題だけだが、アナハイムとの交渉はどうなっている？ご安心ください、交渉は順調に進んでおります。まもなく良い知らせがあるはずです。総帥、緊急事態です。サイドワンコロニーの反連邦組織から救援要請に入りました。連邦軍部隊の攻撃を受けているようです。窮地に立たされている反連邦組織の者たちをそのままにしておくわけにもいかんだろう。今の軍備では心もとないが、救援を送る。は、準備が整い次第モビルスーツ隊を発進させます。もうお止めしませんか。この戦いが終わった。ああ、あとはナナイの言う通りです。はい、いいこと。私は信じる道を進んでいるのだ。貴様らに邪魔はさせん。反連邦組織の支援に成功しました。今回支援した反連邦組織が我々への合流を申し出ています。配属先をご検討ください。総帥、お喜びください。アナハイム社から協力を取り付けることに成功しました。そうか、ご苦労。アナハイム社とは引き続き交渉を行います。報告をお待ちください。我々の活動に呼応し、情報能力に長けた反連邦組織が参加を願い出てきました。早速彼らには情報部としての活動を開始してもらいます。情報部より報告します。地球連邦軍の弾圧部隊がサイド4へ向け移動中であるとの情報が入りました。サイド4に潜伏中の反連邦組織殲滅が目的のようです。サイド5に潜伏中の反連邦組織が連邦軍の弾圧部隊に狙われているとの情報を入手しました。総帥、今回のように連邦軍の弾圧を受ける反連邦組織は他にも存在するようです。支援に成功すれば新たな戦力となってくれるやもしれません。
諜報部には連邦軍の動きを探らせます。人事はホルストの仕事だったが、諜報部の件覚えておく。パイロット候補生の中に優れた資質を持つ者を発見しました。本人の希望もあり、この者には強化を施す予定ですが、さらに調整を行うことで疑似的に経験を積ませることも可能です。人道的な面で問題のある手術ですが、調整を施しますか？了解しました。調整を行います。報告をお待ちください。ニュータイプ研究所より報告いたします。パイロットギュネーガスの強化に成功しました。すぐにでも前線への投入が可能です。配属先をご検討ください。総帥、アナハイム社から我々とより一層の協力関係を築きたいとの提案がありました。諜報部より報告します。地球連邦軍が外郭部隊を新設しました。この部隊はロンドベル隊と称され、反連邦活動の取り締まりを主な目的としています。ロンドベル隊は少数精鋭による艦隊と RGM-89 ジェガンをはじめとした最新鋭モビルスーツで構成された強力な部隊です。すでに我々の支援した反連邦組織の調査に乗り出しているとの情報もあります。またアムロレイがパイロットとしてロンドベルに参加した模様です。彼らとやり合う前に急ぎ軍備を整えておかねばならんな。開発部より新素材サイコフレーム実現のめどが立ったとの報告が届いています。量産に成功すれば驚異的な性能を有するモビルスーツの開発が可能となります。サイコフレームの開発ご検討ください。フレームがついに完成しました。資料は開発部に回しておきます。開発部からの報告をお待ちください。サイコフレーム、サイコミの機能を内包した画期的な構造材である。サイコフレームを搭載することで機体の反応速度は劇的に向上し、ファンネルの複雑な制御も可能となる。だがサイコフレームの登場はそれ以上の影響を宇宙世紀の歴史に及ぼすこととなる。しかしこの時はまだ誰もその秘めた可能性に気づいてはいなかった。地球連邦政府がチベットのラサ地区へ本部移設を検討しているようです。高地へ身を置けば宇宙を支配できるとでも思っているのか。愚かな連中だ。ロンドベルの艦隊がサイド3方面へ向け移動中との情報を入手しました。サイド3近辺の廃棄コロニーを拠点とする旧ネオジオン一派の掃討が目的のようです。貴様には金がかかっている。軽率な真似はするな。了解しました。作戦士官殿。報告します。サイト3を襲撃したロンドベル艦隊がアンマン方面へ向け撤退を開始しました。作戦は成功です。総帥、発足当初に比べ我々の軍備も充実してきました。しかし連邦と渡り合うにはモビルスーツの運用に長けた新型艦を建造し、艦隊を再編しなくてはなりません。ネオジオン軍再編計画、ぜひご検討ください。報告します。ネオジオン艦隊の再編が完了しました。機関ネウルーラはいつでも出航が可能です。報告します。ついに我が軍は地球寒冷化作戦を実施するに足るだけの軍備を整えることに成功しました。残すは作戦遂行の足がかりとなる拠点を手に入れるだけです。スウィートウォーター解放作戦を提案します。総帥、緊急事態です。サイドワンへロンドベル隊が接近中です。このままでは我々の存在を察知されてしまいます。部隊を派遣しロンドベルの臨検を妨害してください。いよいよだな。スイートウォーターへ艦を向けろ。これより我が軍はスイートウォーターへ向け進軍する。連邦政府の圧政に虐げられるコロニー住民を解放し、スペースノイド自治独立の足がかりとするのだ。
諸君らの健闘に期待する。戦災により帰る場所を失った人々が追いやられた難民コロニースイートウォーター。シャアはここをネオジオンの支配下に収め、難民を地球連邦の圧政から解放することで、スペースノイドの指示で連邦を攻撃する大義名分を手に入れようとしたのだ。スイートウォーターの解放をきっかけに、シャアは歴史の表舞台に舞い戻る。総帥、スイートウォーター住民の圧倒的多数が総帥を支持しております。この分ですと武力を行使する必要はなさそうですな。それは良い知らせだ。艦隊はこのままスイートウォーターへの進路を取れ。報告します。スイートウォーターを発進した連邦軍艦艇を捉えました。ロンドベル隊の所属艦と思われます。総帥、ロンドベル艦からモビルスーツが出ています。アムロ・レイ。そうか。よし、レン、モビルスーツを用意させてくれ。はい。これで私の命が失われることがあるかもしれないが、アムロ・レイ、君との決着をつけなければ私が収まらんのさ。シャア、やはり生きていたのか。ハマーンごとき女にこの命触れてやるわけにはいかんのでな。よく言う。その程度では話にならん。情けをかけるつもりか。そんなモビルスーツに乗った貴様を倒したところで私が納得するとでも思うか。なんだと。総帥、これ以上はスイートウォーターでの作戦行動に支障をきたします。急ぎお戻りください。了解だ。帰還する。総帥、ご無事で。ああ、迷惑をかけた。それよりロンドベルの様子はどうだ。撤退していきます。追撃の気配はありません。そうか。では改めて艦をスイートウォーターへ向けてくれ。はっ。報告します。スイートウォーターの占拠が完了しました。住民に抵抗する様子はありません。総帥、放送の用意が整いました。ネオジオン発足の宣言をお願いいたします。スイートウォーターの占拠に成功したシャアはネオジオンの発足を全世界へ向け宣言した。そしてそれまでの沈黙とは打って変わり、自らの目的について饒舌に語り始める。シャアはメディアを巧みに利用し、連邦政府への不満を募らせていたスペースノイドたちの心情を代弁することで彼らの支持を一身に集めていく。この発言の中でシャアは地上を直接攻撃する手段がネオジオンにあることを明かした。それは地球連邦政府に対する事実上の宣戦布告であった。スイートウォーターを配下に収めたことで大規模な作戦を展開することが可能となりました。早速だが、地球寒冷化作戦の準備を進めてもらいたい。はい、直ちに作戦の立案に取り掛かります。報告をお待ちください。報告します。アナハイム社フォンブラウン工場よりサイコフレームに関する技術提供の要請が届いています。フォンブラウンではロンドベル隊のモビルスーツを開発しているのだったな。はい、見返りとして連邦軍兵器の開発技術を供与するとのことですが、要請に応じますか。了解しました。グラナダ工場を通じ資料の一部を回します。対等な条件でお前を倒さねば私のプライドが許さないのさ、アムロ。総帥、地球連邦軍の高官から通信です。回線を回します。先の放送拝見しましたが、
連邦軍としてはネオジオンの発足を承認するわけにはまいりません。そうですか。では致し方ない。我々が本気であるということを近くご覧に入れましょう。どういう意味でしょうか。ラサの方々にはくれぐれもよろしくお伝えください。我々は独立のためにできることを実践するのみです。いいでしょう。和平会談の場を設けます。それでよろしいですか。結構。総帥、和平会談へ総帥が直接参加されれば交渉を有利に運ぶことも可能ですが、ご出席なさいますか。総帥の代理として私以下長官たちで会談に臨みます。いよいよ地球寒冷化作戦を実行に移す。これより我が軍はフィクスルナ落とし作戦を実行する。本作戦は地球寒冷化の成否に関わる重要な作戦だ。諸君らの健闘に期待している。フィフスルナ、スペースコロニー建造で用いられたかつての資源採掘惑星である。シャアはフィフスルナを利用した恐るべき作戦を実行に移した。この打ち捨てられた小惑星を地球へ落とし地上の人々を粛清しようというのだ。その標的は地球連邦本部、ラッサ連邦政府への裁きの決意が今下されようとしていた。フィフスルナの落下コースはサイド2レーザー施設の射程範囲内にあり、攻撃を受ける可能性が高いとのことです。くれぐれもご注意ください。諜報部より提案いたします。サイド2のレーザー施設は使い方次第では強力な武器となります。現地へ工作員を送り施設の乗っ取りを試みます。工作員の派遣許可をお願いします。早速現地へ工作員を派遣いたします。報告します。ロンドベル隊がフィフスルナへ向かって高速移動中です。総帥、フィフスの核パルスエンジン点火作業には時間を要します。点火完了まで核パルスエンジンを破壊されないようご注意ください。このプレッシャーは何だ。報告します。フィフスルナの核パルスエンジン点火に成功しました。地球への侵入角度、速度ともに良好。我々の勝利です。報告します。ユネーガスの空域が膠着状態です。援護の必要を認めますが。フィフスルナの投入は終わったので引き上げのサインを出せ。出しましたが、モビルスーツの交代のためにミノフスキー粒子を散布して電波確認をすることができません。その分ギュネーが危険か。よし、ギュネーを援護回収する。なんでこんなものを地球に落とす。これでは地球が寒くなって人が住めなくなる。核の冬が来るぞ。地球に住む者は自分たちのことしか考えていない。だから抹殺すると宣言した。人が人に罰を与えるなどと。私、シャア・アズナブルが粛清しようというのだ、アムロ。エゴだよ、それは。地球が持たん時が来ているのだ。サイド2のレーザー施設の取りに成功しました。まもなくロンドベル艦艇へ向けレーザー攻撃を行います。付近の友軍は退避してください。報告します。サイド2のレーザー攻撃です。無事。手心を加えたな、シャア。
そんなモビルスーツでは相手にならんな。私の機体も投入して間もないのだぞ。ギュネ、下がれ。総帥、自分に構わずに。ギュネの機体にサイコフレームが使われていたな。何とかしてアムロに渡すことができれば、対等な条件で戦えるようになるというものだ。アムロにサイコフレームを渡すべきか。お前の機体は交代不能だ。降りろ。え？大丈夫であります。無理だ。外から見るとわかる。コンピューター表示を当てにするな。自分はコンピューターなど当てにしていません。言うな。ナナイ、私だ。ギュネーの回収に成功した。しかし奴の機体は損耗が激しく、息せざるを得なかった。何か問題はあるか。よし、これより帰還する。回収を頼む。あんなものしか使えないアムロに勝っても意味はないのだ。総帥、フィフスが地球の重力圏へ突入しました。作戦は成功です。そうか。ロンドベルはどうして？撤退を開始しました。追撃を断念したようです。よし、哨戒中の部隊にも撤退命令を出せ。これより次の作戦に移行する。は。ロンドベルによる必死の抵抗も虚しく、フィフスルナは地表へと落下し、ナサは消滅した。だがすでにネオジオン軍は新たな作戦に着手しようとしていた。シャアの計画はまだ開始されたばかりだったのである。報告します。連邦政府との会談へ向かう送迎船の準備が整いました。送迎船からロンドベルの注意をそらすための陽動作戦も間もなく開始されます。総帥、兵の士気高揚のため作戦前に演説をお願いいたします。ああ、フィフスルナ落としの作戦はネオジオン軍としては初めての艦隊戦であった。この作戦で諸君らの働きを見せてもらい感動している。本日はこれらの作戦の締めくくりとして追撃するロンドベルの艦隊に陽動をかけてもらう。単純な作戦ではあるが、無事任務を果たしてスイートウォーターに帰投してもらいたい。以上。結構です。これでは同化だ。いや、ネオジオンの総帥としてイメージ作戦をしませんとな。フォレスタ、良い知らせを期待しているぞ。お任せください。これよりロンドベル陽動作戦を開始する。モビルスーツ隊は私に続き艦の前へ。しばらくの間敵の目をこちらに引きつける。戦場では好きにやらせてもらうよ。報告します。月方向から敵新型機が飛来しました。ガンダムタイプのようです。お気をつけください。総帥、会談の出席者を乗せた小型艇がロンデニオンに到着しました。陽動作戦は成功です。これよりスイートウォーターへ帰還します。総帥も至急お戻りください。了解した。あとはオルストたちがうまくやってくれることに期待しよう。サイドワンコロニー、ロンデニオン。地球寒冷化作戦の成否を左右する重要な会談が今まさに開かれようとしていた。ネオジオンはアクシズを連邦から譲り受ける代わりに自らの艦隊をルナ2で武装解除する約束を交わす。だがこれは部隊を接近させるための方便に過ぎなかったのである。総帥、ロンデニオン会談は成功に終わりました。連邦政府の役人どもは我々が武装解除に応じると信じ込み、アクシズの譲渡を認めました。演説の準備が整いました。ああ、演説を行おう。私の父ジオン大君が宇宙移民者、すなわちスペースノイドの自治権を地球に要求した時、
父ジオンはザビ家に暗殺された。そしてそのザビ家一党はジオン公国を語り、地球に独立戦争を仕掛けたのである。その結果は諸君らが知っている通り、ザビ家の敗北に終わった。それはいい。しかしその結果、地球連邦政府は増長し、連邦軍の内部は腐敗し、ティターンズのような反連邦政府運動を生み、ザビ家の残党を語るハマーンの調料ともなった。これが難民を生んだ歴史である。ここに至って私は、人類が今後絶対に戦争を繰り返さないようにすべきだと確信したのである。諸君、自らの道を開くためあと一息、諸君らの力を私に貸していただきたい。そして私は父ジオンのもとに召されるであろう。素晴らしい演説でした。兵たちの士気も大いに向上しております。ロンデニオン会談の成功により、連邦軍は我々がルナ2で武装解除すると本気で信じ込んでいるようです。警戒が手薄になっている今ならば、攻略作戦を発動せずともルナ2へ部隊を侵入させることも可能です。私は人類の業を背負っているので、負けるわけにはいかない。報告します。ルナ2の守備隊殲滅に成功しました。これより部下たちともに核の搬送任務につきます。到着をお待ちください。諜報部より報告します。我が軍の行動を察知したロンドベル隊の主力がロンデニオンを出港しました。お気をつけください。報告します。ルナ2襲撃の方を聞きつけた連邦のアクシズ駐留軍がルナ2へ向け移動を開始しました。守備隊が出払っている今ならば、攻略作戦を発動せずとも部隊をアクシズへ侵入させることが可能です。ルナ2へ派遣した艦隊は核の搬出を終え、アクシズへ向け出発しました。アクシズの制圧が完了しました。敵部隊が反抗してくる様子もありません。報告します。アクシズとルナ2の制圧に成功しました。アクシズの質量とルナ2から搬出した核兵器をもってすれば、地球に核の冬をもたらすことが可能です。ついにこの時が来たか。アクシズ落とし作戦を実行する。これより我が軍はアクシズ落とし作戦を開始する。地球へアクシズをぶつけ、地上に居座り続ける者どもを一掃する。宿願の達成は目前である。あともう少しの間、諸君らの力を貸してもらいたい。アクシズ、ハマーンの居城として地球圏に対し猛威を振るったかつての宇宙要塞を、今では連邦の管理下に置かれ、宇宙空間に漂う巨大な岩体へとその身を落としていた。シャアはこの因縁の地を地球へぶつけることで、地球人類の抹殺を完遂させようとしていた。シャアの野望を食い止めるため、アクシズへ急行するロンドベル隊、迎え撃つネオジオン軍。決戦の時は近い。今アクシズのカクタルスエンジンに火が灯されようとしていた。緊急事態です。アクシズにロンドベル隊が出現しました。我々のアクシズ落下作戦を阻止すべく大部隊を展開させています。アクシズの核パルスエンジンを破壊されないよう十分にお気をつけください。意外に遅かった。モビルスーツ部隊はアクシズの基地源より攻撃。味方にやられるな。報告します。移動熱源がアクシズへ接近しています。これは巡航ミサイルです。迎撃をお願いします。ミサイルの中に核があった。やるな、ロンドベル。アクシズの核パルスエンジンが1機撃破されました。今のところ地球落下に必要な推力は確保できていますが、これ以上破壊されると最終加速が難しくなります。十分にお気をつけください。貴様らだと俺1機で
告します。アクシズの核パルスエンジン展開に成功しました。アクシズ行け、忌まわしい記憶とともに。報告します。ロンドベル隊の新手が出現しました。排入ガンダムは伊達じゃない。人は変わっていくものだろう。なのになぜ同じ過ちを繰り返すんだ。報告します。ロンドベル隊が交代を開始しました。どうやら第一波は引き上げたようだ。報告します。ルナ2から核を搬送していた部隊が到着しました。総帥、お待たせしました。核を積載した艦も間もなくアクシズに入ります。ギュネイガスよりニューガンダムを露獲したとの報告が入っています。ガンダと？ガンダムのパイロットはどうした？それがモビルスーツダッシュに成功したことで無力化したものとみなし、戦闘区域に遺棄してきたとのことです。そうか、まだまだ若いな。ギュネイには後で私から言ってやるでしょう。この件は不問に付す。いいな。はっ。ギュネイめ、余計なこと。総帥、レウリューラの監視カメラが連邦軍の艦艇らしき移動物体を捉えました。相当数の部隊がアクシズへ向け移動中のようです。ロンドベル隊と合流されると作戦の完遂が困難となります。お気をつけください。総帥、アクシズ区域にロンドベル隊の第2波が出現しました。来たか。モビルスーツ隊は艦隊の前、ロンドベル隊を迎撃する。アクシズに向け飛来する熱源をキャッチ。核を含む巡航ミサイルのようです。どれが核だ。そんなに数はないはずだ。私、シャアーズナブルは粛清する。ラーカイラムの発射したミサイル撃墜に成功しました。核はそれまでだな、ブライト。核を積載したムサカ級がアクシズに入りました。よし、核爆弾は地球に衝突する直前に爆発するようにセット。クルーは収容しろ。はい。アクシズ、最終加速を開始します。各積載艦のクルー収容とアクシズへの係留が完了しました。地球寒冷化達成にはこの艦の核が不可欠です。撃破されないようにご注意ください。ロンドベル隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。了解した。動けぬ者はアクシズの投下完了まで周辺区域の警戒に当たれ。損傷機は直ちに帰還せよ。以上だ。アクシズ、地球へ落下します。どうだ。地上の拠点に深刻なダメージを与えることに成功しました。しかし地球を寒冷化するには至っていません。作戦は失敗です。完全な作戦にならんとは。残存部隊に撤退信号を出せ。スイートウォーターへ帰還する。ロンドベル隊の決死の抵抗にあい、地球寒冷化は惜しくも達成されなかった。だがシャアの采配の甲斐もあり、ネオジオンは戦いを継続するだけの余力を残すことに成功する。立て直しのためスイートウォーターへ帰還の途につくネオジオン艦隊。シャアの地球人類粛清計画はまだ終わってはいなかったのである。作戦部より報告いたします。ロンドベル隊の抵抗によりアクシズ落とし作戦は失敗し、地球寒冷化を達成することは叶いませんでした。私の目的は父の理想を実現し、人類全体にニュータイプへの覚醒を促すことだ。それには地上の人間たちを一掃する必要があった。だがそのための直接的な手段が失われた。総帥、それでは。案ずるな。
地上の人間たち全員を手にかける必要がなくなったというだけの話だ。宇宙への人類進出とその革新を妨げる者たちは未だ存在し続けている。ならば私は父とそして私自身の宿案達成のため彼らを打倒してみせよう。総帥、連邦軍が艦隊の大部分を地球上空の守備に割いたため連邦の各宇宙基地の守備が手薄になっています。今ならば宇宙への進攻が可能です。宇宙進攻作戦を提案します。総帥、諜報部よりアムロレイに関する調査報告が届いています。報告によるとアクシズ戦以降アムロレイが連邦軍に帰還したとの記録は残っておらず未だその消息は不明です。ただアクシズが大気圏内に突入する直前ニューガンダムと思わしき機体が現場より離脱したとの報告も一部パイロットから寄せられており生存している可能性は非常に高いということです。奴が朽ち果てるところを直接この目で確認しない限り安心はできないということだ。了解だ。報告ご苦労。はい。やはりお前とは直接決着をつけねばならんようだ、アムロ。総帥、地球圏には我が軍に属していないニュータイプがおります。総帥が直接語りかけることでそのお考えに賛同し我が軍に協力を申し出てくる者も現れるかもしれません。ニュータイプへ向け呼びかけをされてはいかがでしょうか。ああ、優れた力を持つ彼らならきっと分かってくれるはずだ。試してみる価値はあるな。聞こえるか、アムロレイ。聞こえるか、連邦のニュータイプたちよ。我々ニュータイプ同士が戦っていては永遠に平和が訪れることはない。君になら分かるはずだ。我々に協力してほしい。総帥、アムロレイから通信です。回線を回します。今さらどういうつもりだ。何を企んでいる。人は変わっていける。そう言ったのは君だったか、アムロ。ならば分かるはずだ。今こそが人類変革の時だ。そして全ての人類は地球を飛び立たねばならん。さもなくば地球はそこに居座り続ける者たちの重みで押しつぶされてしまう。同志になれ、アムロ。分かった。だがその行動が私欲に駆られたものなら俺は躊躇なく貴様を撃つ。肝に銘じておけ。好きにしたまえ。これより宇宙進行作戦を開始する。艦隊の出撃準備整っております。了解だ。全艦隊連邦軍宇宙基地へ向け進軍を開始せよ。目指すは地球圏の掌握だ。アクシズによる地球寒冷化は果たせなかった。だが地球圏が受けた衝撃は計り知れず連邦軍艦隊は混乱に陥る。シャアはこの機を逃さず連邦軍の宇宙拠点へ向け自らの艦隊を発進させた。ネオジオンと地球連邦軍の全面戦争の口火が今切って落とされようとしていた。報告します。我々のもとに志願兵クエスエアが合流してきました。ニュータイプとしての資質には恵まれていますが兵としての自覚が著しく欠落しているため実戦には当面出さず作戦部で保護観察いたします。ほう、ニュータイプの少女か。興味深いな。総帥、ジオン共和国西部内の協力者からクーデター支援の要請がありました。計画が成功すれば武力を用いずにサイド3を支配することが可能です。早速協力者への支援を実施します。報告をお待ちください。報告します。ジオン共和国政府内の協力者がクーデターに成功しました。新政権はネオジオンへの支援を表明しておりサイド3は我々の支配地となります。報告します。
連邦軍宇宙基地の制圧が完了しました。地球上空を守備する連邦軍艦隊も存在しません。今ならば地球へ降下することが可能です。地球降下作戦を提案します。これより我が軍は地球降下作戦を開始する。地球から宇宙を支配することにのみ不信し、難民に対して何ら建設的施策を講じようとしなかった連邦政府の者どもを粛清する時が来たのだ。諸君らの健闘に期待する。宇宙の支配権を掌握したネオジオン軍は地球への降下作戦を発動する。今や遅しとシャアの命令を待つネオジオンの地球降下部隊、今まさに号令は下る。降下部隊が地球への降下を開始する。地上へと部隊を移し、戦いは新たな局面を迎えたのであった。総帥、クエスエアが作戦への従事を志願しております。実戦で戦えるだけの教育も施しております。配属先をご検討ください。クエス、総帥は一年戦争の時に使ったパイロットのララーに取り憑かれてるんだぜ。私がナナイとララーを追い出すんだから。ララーをアムロに取られたから総帥はこの戦争を始めたんだぞ。そんなことを言うから若い男は嫌いなんだ。私、ララーの身代わりなんですか？誰に聞いた？いや、なんでそんなことが気になる？私は総帥を愛してるんですよ。困ったな。なぜ？私は総帥のためなら死ぬことだってできるわ。分かった。私はララーとナナイを忘れる。なら私は総帥を守ってあげるわ。私がクエスに手を出すとどうして考えるのか。自分がってありますか？クエスが慣れるまで守ってやる。私はネオジオンの再建と打倒アムロ以外興味がない。ナナイは私に優しいし。総帥、サイコフレームにはまだ研究の余地が残されています。研究を継続し改良に成功すれば、さらなる高性能機の開発も可能となります。サイコフレームの研究継続を提案します。諜報部より報告いたします。我々の地球降下に呼応し、かつての反連邦組織メンバーが水面下で活動を開始した模様です。ニュータイプ研究所から報告します。サイコフレームの応用研究が終了しました。研究の成果は開発部へ回します。開発部の報告をお待ちください。ついに連邦軍を首都ダカールにまで追い込むことに成功しました。ダカール制圧作戦を提案します。いよいよだな。ダカール制圧作戦を実行しよう。我が軍はこれよりダカール制圧作戦を開始する。長きにわたった地球と宇宙の戦いにもようやく終わりが訪れようとしている。諸君、あと一歩で全てが決する。残る全ての力をこの作戦に傾けてもらいたい。全軍の奮起に期待する。アフリカ大陸西岸ダカール、地球連邦議会の議事堂が置かれる大都市である。だが今はラサを逃れた者たちによる臨時政府が敷かれ、連邦軍の生き残りが集う最終防衛拠点となっていた。今シャアの号令が下る。ネオジオン軍がダカール市街へとなだれ込む。戦いは最終局面を迎えようとしていた。敵本拠地の制圧に成功しました。敵軍は本拠地を失い戦意を喪失しています。もはやこれ以上の戦闘は必要ありません。我が軍の勝利です。敵部隊完全に沈黙。議事堂内に立てこもっていた勢力も降伏のサインを発信しています。我々の勝利です。総帥、地球を占領していた連邦政府の打倒に成功しました。これでもはや総帥の理想を妨げるものは存在しません。ああ、だ
だがこれからが本当の戦いだ。私と共に全人類の業を背負ってくれるか、アムロ。俺の言葉を忘れていないだろうな、シャア。全ての人類がニュータイプとして分かり合える時が来るまで、俺はお前のそばでその行いを見届けさせてもらう。覚悟しておくんだな。よろしく頼む。シャア・アズナブル率いるネオジオン軍は戦いに勝利し、地球人類の完全な宇宙移民化に着手した。地球連邦軍を失った地上の人々に抵抗するだけの気力は残されておらず、ほどなくして全人類の宇宙移民化は達成された。こうして宇宙と地球という対立の図式は取り払われ、戦火を生み続けた争いの火種は完全に消滅した。だがそれでもシャアに安寧の時は訪れない。彼にはまだ全人類のニュータイプ化という使命が残されているのだ。その傍らにはかつての宿敵であるアムロレイの姿があった。シャアは確信していた。大きな犠牲を払い掴んだ勝利を無意にするようなことがあれば、彼が自分を決して許さないであろうことを。